ゼルダの伝説シリーズリンクの防ントレーニングリンクの防ントレーニングはニンテンドー開発発売の Wii 専用ゲームソフトゼルダの伝説シリーズの派生作品銃型のアタッチメント Wii ザッパーを同梱したリンクの防ントレーニング Wii ザッパーとして発売されておりソフト単品での発売はされていないゼルダの伝説とワイライトプリンセスの舞台をベースにした ガンシューティング及び TPS ゲーム。ミニゲーム性が強く、シリーズの続編としては、今までの対策、アクション RPG の方向性とは、特に違ったものになる。主人公のリンクが操る武器は、剣でもなければ、弓でもなく、ウィーザッパーの形に似たガンを操る。一人用モード。レベル1から8とファイナルの9レベルがあり、一つのレベルにつき、 ゲームシステムの違う3つのステージの全27面で構成される。制限時間内でより多くのスコアを稼ぐのが目的。最初はレベル3までできる。主観視点、視点固定で移動も自動というガンシューティングタイプのターゲットシュート、3人称視点、リンクの位置は固定だがポインターで360度、旋回可能のディフェンダー、ポインターで旋回、スティックで移動可能な、 TPS タイプのレンジャーの3種類のステージからなる。なおステージは前作、トワイライトプリンセスの面を再利用しており、似通った面が多く登場する。終了時に点数に応じて4種類のメダルを獲得できる。メダルを獲得することによって次のレベルをプレイできる。最大4人まで遊ぶことができるモード。ウィーザッパーを手渡しながら一つのステージのスコアを競う。 全27ステージの練習ができる。ただし、まだ出現していないステージはできない。ステージ一つごとにハイスコアが記録される。任天堂株式会社決算説明会資料2009年3月期、決算説明会参考資料。任天堂株式会社。2011年9月22日閲覧。任天堂株式会社決算説明会資料2010年3月期。 決算説明会参考資料。任天堂株式会社。2011年9月22日閲覧。ありがとうございます。